チームエコ応援団の大野雅也です。今回も地球温暖化について楽しく学んでいきましょう。よろしくお願いします。そして教えてくれるのは新潟県地球温暖化防止活動推進委員の三田由香先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、地球温暖化を抑えるために、はい、2015年に世界で合意したのはパリ協定でしたが、先生、これを達成するために日本はどういった目標を立てたんでしょうか。はい、日本は2030年度に2013年度と比べて温室効果ガスの排出量を 26% 減らすという目標を立てました。2030年ってあと10年しかないじゃないですか。できるかな。どうしたらいいんだろう。それは皆さん一人一人のライフスタイルにかかっているんです。ではここで問題です。家庭での温室効果ガス排出量を大幅に削減するため、今国が進めている国民運動は何というでしょうか。クールチョイス。そうなんです。次回はこのクールチョイスについて勉強していきましょう。はい、クールチョイスの中身とっても気になりますね。はい、次回の放送をお楽しみに。